まさかな。近いのか。もう懐かしく感じる。お前たちは、うちがイタチに、ナガト。まさかお前と戦わされることになるとはな。ナルト、久しぶりに会ったことになるんだろうが、死んでたんですぐな気もするな。少し変わったか。まあ、これが、これってば、キュービのチャクラをコントロールしたチャクラモードってやつだってばよ。キュービの力をコントロールしただと。まさかここまで成長するとはな。俺の弟でしたからな。思った通りだ。なら憎しみは克服できたってことだな、ナルト。おう、兄弟子のあんたが教えてくれた痛み、 B のおっちゃんとの真実の滝での修行や、父ちゃんや母ちゃん、とにかくみんなのおかげでここまで来られた。ナルト、お前に聞きたいことがある。そういや、俺もあんたに聞きたいことがあったんだ。話はそれくらいでいいでしょう。君たち二人の力があればナルトは手に入ったも同然。さあ、そろそろ始めてもらおうか。え、まだ喋ってんのに。後ろで操ってる奴の言いなり。タイミングなんて関係ない。 OK。 戦闘開始。サスケはどうなった。コノハよ、死ぬつもりだったか。赤月の問題は。なぜサスケはサブに戻らない。あんたの本当の極秘任務のことを聞かされて、それはサブを吊るすことを選んだんだ。うん、あんたの本当のことをマダラから聞いた。そういうことか。はじめ、こっちだったよ。俺の動きに惑わされるな。予想以上だ。イタチ、あんたにはまだ話さなきゃいけないことがたくさんある。